ドレスデンの壁が君主の行列にあるハインリヒ3世。ハインリヒ3世は、ベッティン家のマイセン編境博。ラウジツ編境博、チューリンゲン砲博、ザクセン級中博も務めた。マイセン編境博ディートリヒトチューリンゲン砲博ヘルマン1世の娘ユッタノコ。危険博のあだ名で呼ばれる。母の実家の医療相続戦争に勝利し、領土を拡大した。 1221年に父が死亡した時はまだ6歳だったため、母方のおじのルートビヒ4世の貢献家で、父の後を受けて、マイセン編境博に就任した。おじが1227年に亡くなった後は、ザクセン公アルブレヒト1世が貢献役を継いだ。1230年には成人を宣言し、1234年にオーストリア公。 レオポルト6世の娘コンスタンツェと結婚した。1237年のプロイセンへの十字軍に参軍してウイジンを経験し、その後すぐにブランデンブルク返京ヨハン1世を呼び、夫を3世と死闘状態となった。結局、ハインリヒ3世は恋に逃走し、下、ラウジッツから東へ向かい、ベルリンを通り越して支配者の明確でない地域に、 進軍したのだった。1245年にはケペニック及びブランデンブルク郊外のテルトでの長い戦いの後、撤退しなければならなかった。しかし彼は同じ頃、シードロ地方で勝利し、フィルステンベルクを創設した。神聖ローマ皇帝とローマ教皇との戦いでは、ハインリヒ3世は皇帝派であることを明言していた。フリードリヒ2世はこれに感謝して、 1242年に、チューリンゲン砲白とザクセン級中白の地位を与え、1243年には、フリードリヒ2世の娘マルガレータとハインリヒ3世の、長男アルブレヒトとの婚約が交わされた。1247年に、叔父ハインリヒラスペが亡くなるとすぐに、チューリンゲンでの権利を主張する10枚、ゾフィー・ホンブラバントや、アンハルト・ゼルプストコー、ジーク・フリート1世を武力で退けた。 1250年に一旦は睦するも、1254年に、再戦、ゾフィエの息子のヘッセンホ白ハ,クハ,クハインリヒ一世やムコの、ブラウンシュバイク公アルブレヒト一世の火星もあって一時的に、追い詰められるも、反撃。1263年に、長男アルブレヒトと、次男、ディートリヒの活躍で決戦に勝利。翌1264年には僕、チューリンゲンは、ハインリヒ三世が相続。 ヘッセンは、ハインリヒ一世が領有することに取り決められた。戦争の結果、確保した中林園とザクセン九中伯領を、長男アルブレヒトのラウジッツ及びランツベルカ辺境伯領を、次男ディートリヒの管轄下に置いた。これらを獲得したことは、オーデル川からベラ川まで、エルツ山地からハルツ山地まで、ベッティンキの支配領域を拡大することとなり、その広さは、 ボヘミアのハプスブルク家を模様がしていた。しかし、アルブレヒトが愛人との間にできた息子を偏愛し、これに、戦災の息子たちが反発、内戦を始めてしまい、1288年の、ハインリヒ三世の死後も、継続、孫のフリードリヒがアルブレヒトを捕らえて集結したが、和睦として、領土を分割、弱体化してしまった。ハインリヒ三世は勇敢であり、後期であり、 後世であり、芸術を愛する気前の良い派手好きな領主であった。偉大な、ハイデルベルクの死の子文書に、ハインリヒ三世は、ミンネゼンガーとして登場する。趣向の一つは彼を描いた絵であり、彼の死は二つのページに記されている。1234年に、オーストリア公、レオポルト六世の娘コンスタンツェと結婚。1243年に、 ボヘミア王バーツラフ一世の娘アグネスと再婚したが、子はなかった。彼女の死後、エリーザベト・フォン・マルティッツと再婚し、以下の子女を設けた。中、この記事は、ドイツ語版に基づく翻訳記事です。上記の文献並びに、外部サイトは、ドイツ語版に挙げられていたものであり、日本語版作成に際して、直接参照しておりません。ありがとうございます。